しい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。キャップは古い新聞記事を取り出した。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。麻生に来て1週間、野原家の面々が春日部へ帰る日曜日がやってきた。よしことの約束を果たすまでは帰らないぞと言い出したしんのすけ。でもさすがに一人で残るわけにはいきません。じゃあいつものカメラで記念撮影よ。はい、チーズ。カレーじゃないのかい。おっと、そろそろ列車の時間だ。秘密研究所の悪の博士はやる気満々、またあの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。研究所の壁には先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの姿と、そしてまだ若かった頃の博士と母親の幸せな写真。ふわふわパウパウとわとわチリチラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。今度は何がやってくるのでしょう。博士の思念が空中に可視化されタイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事で。ある。行くぜ、エクションビーム。ビビ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 。あれ、うら、どこに行ったんだっけ。しんちゃん、何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。ほら、この場所見たことある。知ってるぞ。しんのすけは再び先週月曜日のこの町に戻されてしまったのでした。どうしたんですか。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。久しぶり。こんにちは、お世話になります。
ヒロシさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。ふふーい、ほら、しんのすけ。リサイケヒロシが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。ちくわ、ちくば。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ななこちゃん、大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。うん、みさやお姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。ネルコは育つって言うからね。ネルコはお猿？それはモッキー。今から雨かな。それは天気。この世界は先週の月曜とは少々異なる風景を持っていたのです。ブリ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 。こうして始まった新しい1週間。頑張れしんのすけ。無事よしこお姉さんとデートできるその日まで。お宅見慣れない顔だね。どっから来たの？ふーん、ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。いや、まだもっとと覚えてね。うら、野原しんのすけ、5歳。おや、これも以前と同じ展開です。山田もっとちゃん、しんのすけのことを全然覚えてないのかな。いただきます。いただきます。そんなことから新メニューのアイデアを出すことになったしんのすけ。さてどうなることでしょう。よし、今日からオラがここのお店長だぞ。それは脱線しすぎです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふーい。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。声かけたぞ。
今日のお話はどうでした？楽しかった？お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの、しんのすけ。へへーい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふふー、ねえねえ、夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。2人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。あれ、やっぱりこの前と同じだぞ。しんのすけはそう思いました。ある日、小鳥たちがやってきて、足と足の間で雨宿りをしましたが、彼はなぜか優しい気持ちになって、その場を貸してあげました。その日の夕方、すっかり雨が上がると、背中のおできも治っていて、もう痛みはありません。遠くの空に七色の虹が見えました。なんだ、一郎の家の隣に居候したのが。俺は二郎、キッチンとかラーメン屋は無関係。あれ、初対面じゃないのに。しんのすけは驚いた。悩みを打ち明けてみた。はい、おやすみなさい。今日から朝の体操に一郎さんが加わります。今日から朝の体操に私も参加します。よく見ていてくださいね。素晴らしい、今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操、深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。
さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おはよう。おや、知らないお兄さんがやってきた。あれ、この子誰？僕の名前はサブロ。ヨヨちゃんの日の山食堂、いいとこだろ。いつも風が通ってるし、昼間ここで働いてんだ。暇な時にこの店で本を読むのが好きなんだ。なかなかの好青年のようですね。ブレは野原しんのすけ。ブリブリーブリブリいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。しんのすけはラーメンを覚えた。でもやっぱり気になるよね。さてなぜでしょう。これありがとうございます。
というわけで、先週と同じようにしんのすけは栄えある子ども記者に任命されたのです。あっと、ロープウェイにお乗り換えの方は当駅でお降りください。ブリブリーブリブリー、子供を驚かすために寸劇をするなんて本当にひどい大人たち、最高です。
ありえない。さて、この長年研究してきたカレーが辛すぎて食べられない問題、これがいずれこの町の恐竜騒動を解決する一つのきっかけになろうとは、この時点では誰も思っていなかったのです。しんのすけは黒糖を覚えた。ありがとう。いただきます。いただきます。しんのすけがついに新メニューを考えたようです。さて、その名前は？名付けて黒糖あんかけスイカラーメン。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の疲れがいっぺんに吹き飛ぶぜ。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。こえーこえー、かけたぞ。勝ったのに今まで以上に孤独です。暴れまくって気づけば一人。でも孤独を愛した彼はやっぱり十分満足なのです。彼は世界で一番強い恐竜でした。だからもうやりたい放題、仲間を追いかけ回して怖がらせたり。おやすみ、しんのすけ。帰ってきた三郎さんが今日から朝の体操に加わります。
晴らしい今日が来た昨日の次だみんなで体操深呼吸ぐるりと回って1、2の3ではいただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕はブーちゃん。うれ。僕。しんのすけが撮ったスクープ画像。ロッカーの影のよしこちゃん。これはどうやらキャップをかなり驚かせてしまったみたいです。物陰からよしこくんに監視されていたなんて。僕は彼女にこんなに嫌われていたのか。誰ですか？私の仕事場を覗こうとしてるのは。ダメですよ。いただきます。いただきます。
こうして日の山食堂の面々は各々の方法でしみじみと悔しがった。やりますな。ヒットメニューは黒糖あんかけデコポンラーメン、黒糖あんかけデコポンラーメン。この組み合わせを覚えておけば後でいいことあるかもよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こうしてしんのすけは2階の姉妹の部屋に入れるようになったのです。やったね。ありがとうございます。常日頃彼氏が欲しい、結婚したらこんな家庭が理想的、日本酒なら3日で一生はいけると豪語しているヨヨコのために、プライベートな時間にヨヨコとサブローを引き合わせようと考えるヒロシとミサエ。でもどうやって、しんのすけならどうする。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。グエグエかけたぞ。踏み台が置いてあります。しんのすけはそれを使ってドアを開けることができました。おやすみ、しんのすけ。おや、悪の博士がまた新しい恐竜をこの世界に呼んでしまったみたいです。なかなか素晴らしい。
今日から朝の体操にブーちゃんが参加します。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。わがまま恐竜ダブルQ。こうしてまたまた恐竜のニックネームが決まったよ。確かにこの頃スイカ畑を荒らされた、鉄道の線路を食べられた、洗濯物を盗まれた、ご婦人の化粧のノリが悪くなった、などなど、マスコミ経由で恐竜の悪い噂ばかりが広まっていたのです。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しんのすけが食堂の外に出ると、お隣のカズマくんとキネちゃんがいました。カズマくんとキネちゃんはかわいそうな恐竜を救うため、子供と恐竜が一緒に街を練り歩き、彼らが安全であることをアピールする仲良しパレードを企画したのです。ふふい。長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて誰も食べられないことを悩んでいた。Thank you.
やんばい。お食事、お散歩、デート。おや、遺跡発掘中の当選簿看板がなくなっていますよ。恐竜を救うため一致団結。恐竜と子供が一緒に町を練り歩き、恐竜が安全であることをアピールする仲良しパレードが始まります。やっとみんな揃ったわ。よかったね。本当にどうなるかと思ったよ。近くで見る恐竜、大きい。では、恐竜パレード出発！おしんこー！
し、その一部始終を見ていた悪の博士は大激怒。野望を邪魔された悪の博士はさらなる敵対心を燃やし始めた。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。時はママも行くから声を声かけたぞ。ガッハッハッ。おや、外に誰か来ているようですよ。しんのすけが外に出ると、そこには悪の博士が立っていた。どんな用事があるのかな。なんとまあ嘘くさい。知ってますよ。でもちょっと風変わりな人なのは間違いないのでご用心。そしてこの町での生活を聞かれたしんのすけは、よしこお姉さんの話と、ひろしの靴下が相変わらず臭いこと、そしてカスカベの友達にそっくりな子たちがここにいることを話した。ごめん。博士はしんのすけのことが知りたくて、少しずつ少しずつ距離を詰め仲良くなっていきました。しんのすけも嬉しそう。このまま何か大きな事件に巻き込まれなければいいのだけど。
おやすみ、しんのすけ。